なんだ、翼はいないのかよ。ああ、これじゃ今日はエースキラーも大して出番がないかもな。そんな口を聞いていられるのも今のうちだぜ。そうさ、翼がいなくたって俺たちがいる。俺たち3人のエースで、そうだ、お前を倒す。ずいぶん威勢がいいじゃないか。いいぜ来いよ、俺のカミソリタックルでまとめて刈り取ってやるぜ。お前1年生らしいが、俺の目はごまかせねえぜ。お前も間違いなくこの試合のキーマンだ。エースキラーの力、思いっきり味わってもらうぜ。ずいぶんとアマちゃんじゃねえか。ピッチに立てばあるのは厳しい勝負だけだぜ。いいだろう、その甘い根性叩き直してやる。観衆が見守る中、注目の一戦が間もなく開始されます。南葛対東第一、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。さあ大歓声の中、両チーム選手の入場です。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド南葛、攻守にバランスの取れたフォーメーション。際立った特徴はないものの、見どころのあるチームです。どんな相手にも臆せず戦う姿勢を見せてくれることでしょう。そしてアウェーサイド東第一、攻守にバランスの取れたフォーメーション。チームの中心はなにわのカミソリファイター総田君。相手のエースを封じる守備に気を見たオーバーラップなど、攻守に抜群の存在感を見せます。いよいよ試合開始です。キスニ君、横にかわす。止められない。キスニ君、素早く横にかわす。これは行く、ボール抜きだ。あ、かわした。そうだ、ボールダッシュ成功。横をすり抜けた。林君、パスを出すと岩見君、スライディングでカット。センターラインを越えて攻め込む。横をすり抜けた。鋭いスライディング、ドリブルで突破。さあ、このタックルは空手に終わります。横をすり抜けた。小野寺くん、次々にかわしていく。中里くん、このスライディングが決まった。いけ、ここはパスを出した。これ素早く横にかわす。相田くん、スライディングでカット。素早く横にかわす。横をすり抜けた。体ごとぶつかっていった。山森くん、ここはパスを出した。それかわして振り切った。パスを回す。タッチ君、素早く横に回す。敵人を切り裂く。それ横をすり抜けた。負けた。かわして振り切った。さあゴール前です。タッチ君、
殺のシュートを放った。辻君、これはキャッチできない。ワンタッチで送る。ゴールラインを越えてしまった。東第一、ゴール前からどう展開していくか。長いパスを取った。東第一、ここからカウンターを仕掛ける。相馬君、敵陣を切り裂く。小野寺君、素早く横にかわす。伊沢君、それそんな関君へ攻め込みます。関君、素早く横にかわす。ここから一気に攻め込みたいところ。チャージが決まった。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。かまして振り切った。小野寺君、連続突破で2トライ。中里君、このスライディングが決まった。おっと、攻守交代だ。奪い返した。素早く横にかわす。ドリブルでボールを運ぶ。パスを出します。ドリブル突破。小野寺君、センターラインを越えて攻め込む。必殺のシュートでゴールを狙う。これは反応しているぞ。森崎君、ダイビングキャッチ。鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。切り当てカミソリシュートだ。体ごとボールにぶつかっていく。高杉君、体を張ってボールを止めた。それ切り過ぎ。それよ、よし、横にかわして突破。次々にかわしていく。ドリブルで突破。杉君、シュートまで持ち込めるか。これを正面から抑えに行く。辻君、ボールはまだ生きている。ボールダッシュ成功。シュートだ。滝君、パスを回す。ここでチャンスを潰します。小野寺君、横にかわして突破。チャンスが決まった。そら、林君、ボールを奪うことができません。鋭いスライディング。倉持君、パスを出します。岩見君、激しいタックル。林君、ドリブルで突破。チャンスが決まった。パスを出します。さあ、前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。なんかつキャプテンのバックあふれるプレーがチームの勢いに火をつけたか。敵陣を切り裂く。ゴール前に持ち込んだ。ここからシュートに持っていく。このボールに対して反応。ゴール隅に突き刺さった。俺だって止められるか。そこ、行け。それ、ここはよし。南葛、1点差での折り返し。いよいよ後半戦開始です。このパスをトラップ、かわして振り切った。小野寺君、ここからチャンスを作れるか。止められない。ここからシュートに持っていく。小野寺君、必殺のシュートでゴールを狙う。森崎君、がっちりキャッチ。南葛、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。敵陣を切り裂く。必殺のシュートを放った。辻君、このシュートに反応している。パントキックで大きく蹴り出した。ワンタッチで送る。それ杉君、しまった。横にかわす。ここから一気に攻め込みたい。杉君、必殺のシュートを放った。辻君、これはキャッチできない。杉君、ここでボールを受けます。横をすり抜けた。敵陣を切り裂く。ここからシュートに持っていく。
横に飛んだ。これはキャッチできない。相田くん、ここへラッチ。東第一、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。スラキスギ君、横にかわしてここは、このタッチはこれで終わります。キスギ君、敵陣を切り裂く。シュートだ。キスギ君、ここでボールを受けます。シュートまで持ち込めるか。豪快にシュート。ここからシュートに持っていく。これは反応しているぞ。見事なゴール。やったぞ。選手は要注目です。いけ。ここだ。見えた。このパスをトラップ。滝くん、ボールを奪うことができません。ドリブルで突破。小野寺くん、素早く横に飛ばす。次々にかわしていく。横をすり抜けた。小野寺くん、豪快にシュート。森崎くん、このシュートに反応している。井出くん、こぼれ球をキープ。このクロスは通るか。あっと、この位置でバスケット。よし、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。かわして振り切った。連続突破で見せます。横をすり抜けた。シュートまで持ち込めるか。そこからシュートに持っていく。辻君、ボールはまだ生きている。体ごとぶつかっていった。シュート。パントキック、どこまで運べるか。伊沢くん、ダイレクトで横をすり抜けた。敵陣を切り裂く。力を込めて強烈なシュート。このボールに飛びつく。なんとか防いだ。相田くん、ボールを持った。東第一、鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。スライディングで止めた。かわして振り抜いた。相田くん、ボールダッシュ成功。この位置で攻守交代だ。あっ、かわして、横をすり抜けた。ここから打ってきた。あっと、そのまま押し込む。いたか。決めました。これがニューヒーローの実力です。いけ。よし。何、ここはパスを出した。横をすり抜けた。スライディングで止めた。伊沢くん、素早く横にかわす。これはごぼう抜きだ。南葛、キャプテンのガッツあふれるプレーがチームの一員に火をつけた。スライドスライディング、かわして振り切った。伊沢くん、決まって、シュート。これは反応しているぞ。辻君、ボールはまだ生きている。山田君、ボールを持った。南葛、慌てて守備に戻ります。伊沢君、このパスをカットします。スライディングで止めた。横をすり抜けた。南君、タックルを決めた。試合の残りわずか。しまった。最後まで熱い戦いを期待したいところです。さあ、ゴール前です。ここからシュートに持っていく。辻君、このシュートを正面から受け止める。ここで止めた。ここから打ってきた。辻君、これはキャッチできない。このボールを拾います。ゴールラインを越えてしまった。東第一、ゴール前からどう展開していくか。たくさん、劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。やったぞ。
これで3連勝だ。見たか、そうだ。決して翼だけじゃない。これが軟活攻撃陣の力だぜ。はあ、やられたよ。翼以外の連中がこれほどとはね。ちょっと計算外だったぜ。まだまだ俺も甘いな。翼がいなければ勝てないなんて言われたくないからな。俺たちも必死さ。なるほどね。けどそれだけじゃねえだろ。今日のお前たち、全国大会の時とは違う何かを感じたぜ。そうだろ石崎。気づいたのか。やっぱりお前はただものじゃないな。それじゃ次の試合も頑張れよ。それと翼に代表で待ってるぜって伝えといてくれ。みんながあんなに頑張っているのに、俺はこうしてスタンドでただ見ているだけ。それに医者が言うには、このリーグ戦中にはリハビリが間に合わないかもしれない。このままじゃダメだ。なんとかしないと。これは片桐さんから。はい、もしもし。おう翼、治療とリハビリは進んでいるか。はい、自分の感覚ではもうほとんど問題ありません。でも怪我を癖にしないためにもうちょっと体を強くした方がいいって医者に言われて、試合にはまだ。実はそのことで話があるんだが。え？今のは2人ともちょっと中途半端だったね。仕掛ける方も止める方ももっと鋭くいかないと。厳しいな翼。おっと、もうこんな時間か。よし、今日も朝練終わり。さっさと片付けようぜ。うん。まあお前体疲れてないか。今のドリブルちょっと鈍かったぜ。と思ってるんだよ。この程度じゃ疲れたりしないぜ。石崎君、話があるんだ。話？俺しばらくチームを離れようと思う。え？この前片桐さんが東京にある最新のスポーツリハビリ施設を紹介してくれてさ、結構きついらしいんだけど、そこに行ってみようと思うんだ。今のリハビリじゃダメなのか？うん、今のままだとリーグ戦中には間に合いそうにない。けど片桐さんが紹介してくれたところなら、もしかしたら可能性があるかもしれない。この3試合みんなの全力プレーをスタンドで見ていて本当にもどかしかった。だから俺も今自分にできることは何でもやって一日でも早く復帰したいんだ。みんながチーム一丸で戦っているのに、俺が一人で離脱するのは申し訳ないと思うんだけど。分かった、行ってこいよ翼。チームのみんながお前の復帰を待ってるんだ。だから今は自分のことだけ考えればいい。チームのことは俺たちに任せろ。石崎君ありがとう。俺がいない間チームのこと頼んだよ。翼の代わりとは大きく出たな。うん、頑張ってくれ。君ならきっとできる。よし、俺はやるぞ。どんな厳しいリハビリだって耐えてみせる。そして必ずリーグ戦の間に復帰するんだ。そうか、翼は東京に。みんな、翼は一日でも早く復帰するためにチームを離れるんだ。だから
翼が帰ってきた時にがっかりしないように、俺たちは俺たちのできることを頑張るぞ。ああ、もちろんだ。翼、リハビリ頑張れよ。ああ、みんなも頑張ってくれ。さあみんな、翼に負けないように今日も気合を入れていくぞ。ボール、ファイト、ファイト。よし、ランニング終わり、次の練習を始めるぞ。準備しろ。ボール。どうした石崎。ああ、なんでもねえよ、ちょっと喉が渇いたなって。そうだ、水飲みに行ってくれ。水分はきっちり取らないとな。キスキ、行くぞ。今度は俺が。クソ、振り切れない。もらったぜ。俺のシュートが。振り足が鈍いぞ。もっと強く足を振らないと。みんな今日は随分体が重そうだったな。まあちょっとな。全国大会も大変な戦いだったけど、今回はまた別の大変さがあるぜ。翼がいない分、俺たちが激しいマークを受けてるからな。どのチームも俺たちを徹底的に止めに来てたな。それに前の試合、ソーダのマークがあれほどきついとはな。ああ、エースキラーの名前は伊達じゃなかった。あんな強烈な削りを毎試合受けながら翼は戦い続けてたんだな。次の試合は松山がいる富良野中、その次は三杉がいる武蔵中だ。マークはもっときつくなるかもしれない。本当に俺たち翼抜きで勝ち続けられるのかな。お前、そうだ、こいつの言う通りだぜ。そのディフェンスを翼は一人で受けながらあれだけのプレイを続けたんだ。それを三人で受けているお前たちが弱音を吐くなんて情けないぞ。伊沢、木杉、滝、俺たち終鉄カルテットが終鉄中じゃなくて南葛中に入った、その理由を思い出してくれ。そうだ、俺たちは何を甘えていたんだ。俺たちが南葛中に入ったのは、翼のそばでサッカーをして少しでも翼の実力に近づくためだったじゃないか。こんな程度でへこんでいたら南葛中へ行くことを勧めてくれた若林さんにも申し訳が立たないな。石崎、高杉、ありがとう。俺たち目が覚めたよ。石崎が言う通り、翼一人で耐えられた削りを三人で耐えられないなんて情けないぜ。それに俺たちが頑張れば翼が帰ってきた時に翼への削りを弱めることができるんだ。よし、もう弱音は吐かない。滝、木杉、南葛の前線は俺たちが支えるぞ。ああ、そうだ、その根性だぜ。さあ、最後の紅白戦も気合い入れていくぞ。ああ。石崎と彼は本当に元気だな。あの二人は元気を出してるのさ。え？石崎もあいつもかなり疲れてる。今日だって動きは決して良くなかった。あいつはついこの前まで下級生チームだったんだ。それがいきなりレギュラーチームに入って、毎日今まで以上の練習をして、その上で居残り練習も欠かさないで試合でも全力プレーを続けてる。石崎だって全国王者のキャプテンとして絶対に勝たなきゃならないプレッシャーを背負いながらチームを引っ張ろうと頑張ってる。
そうか。ただの選手だった時は勝つために一生懸命プレーすればそれでよかったけど、キャプテンはチームの結果も背負わなきゃならないんだもんな。だけどあの二人はチームのために自分の疲れを隠して元気を出して頑張ってるんだ。二人とも無理をしてるのか。石崎はスタミナがあるからまだ大丈夫だと思うけど、あいつはちょっと心配だな。おい、よし、それ。よし、よし、
そうか、翼は出られないのか。ああ、今はリハビリの真っ最中さ。まあ、あの翼が試合に出たくないわけないだろうから仕方ないが、けどだからって今日の軟活に気を緩めたりはしないぜ。お前たちは翼の穴を埋めるために一人一人が気合を入れていつも以上に頑張るはず。俺たちフラノ中はそうやってチームの心が一つになった時の強さをよく知っているからな。へっ、さすがお見通しだったか石崎。今日はキャプテンとして俺と勝負だ。お、望むところだぜ。軟活のキャプテンとして絶対に負けねえぞ。お前が話題の1年生だな。これまでの試合見させてもらったぜ。確かにお前の力は大したものだ。だがサッカーはチームスポーツ。今日はチーム力で俺たちが勝つ。確かに寒い土地で育ってる俺たちは夏の蒸し暑さに弱い。そのせいでスタミナ不足を指摘されることもある。だが俺たちにその心配は無用だぜ。北海道の牛乳と蜂蜜で作った監督の奥さんの特製スタミナドリンクで暑さ対策はバッチリさ。その上に俺たちには北国で培った粘り強い根性がある。走り負けは絶対にしない。今日はこの炎天下で熱い勝負をしようぜ。お聞きください、この大歓声。スタジアムは超満員。いよいよ注目の対決の火蓋が切られようとしています。南葛対富良野、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。さあ、大歓声の中、両チーム選手の入場です。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド南葛、攻守にバランスの取れたフォーメーション、極めて総合力の高い強豪と呼ぶにふさわしいチームです。攻守に堂々たる戦いぶりを見せてくれることでしょう。そしてアウェーサイド富良野、攻守にバランスの取れたフォーメーション、キャプテン松山くんを中心に抜群のチームワークを見せる強豪です。全員一丸となって攻守に走る姿は見ていてすがすがしいものがあります。まもなくキックオフです。熱戦の火蓋が切られました。左右で突破、止められない。石崎君、素早く横にかわす。これはドボー抜きだ。かばして振り切った、横を振り抜けた。ここはシュートに持っていく。真正面からシュートを受け止めた。それ絶妙なインターセプト、体ごとぶつかっていった。山森君、このスライディングが決まった。横にかわして突破。伊沢君、しまった、止められない。かわして振り切った。鋭い体勢をかけてゴールを狙う。さあ、ゴール
と真っ向勝負。加藤君、ボールはまだ生きている。鋭いスライディングかわしてフリーター。ハチ君、一発のシュートを放った。加藤君、これを止めるのは厳しいか。ハチ君、やったぞ。行け、さあ、よし、これで。何？中山君、このボールをコントロール。カッテン、スライディングでカット。横をすり抜けた。松田君、このスライディングが決まった。風田君、横にかわして突破。それパスを出します。石崎君、ここで止めた。かわして振り切った。伊沢君、ここはパスを出すよ。杉君、横にかわして突破。素早く横にかわす。何？渾身のシュート。力をためて強烈なシュート。これはキャッチできない。慌てて守備に戻ります。小田君、ダイレクトでパス。いけ、それいけ。スライディングで止めた。若松君、パスを回す。鋭いスライディング。こいつだ。かわした。ここからチャンスを作れるか。かわして振り切った。連続突破で見せます。南葛、キャプテンのガッツあふれるプレーが新人チームに火をつけた。ここだ。これは反応しているぞ。加藤君、ボールはまだ生きている。あっという間に前半の15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。ボールダッシュ成功。いけ、キセニ君、パスを回す。それ、さあ、ゴール前です。若松君、ボールを奪うことができません。ここだ。加藤君、このシュートを反応している。このシュートやったぞ。ボールを奪うことができません。鋭いスライディング。ダイレクトでパス。いけ、横にかわして突破。それ、センターラインを越えて攻め込む。ほら、かわして振り切った。ほら、山をもらったぜ。パスを回す。加瀬君、激しいタックル。ドリブルで突破。ラスト、ドリブルは見送る。伊沢さん、このパスは通らない。もらったのに、あらわしのようなドリブル。かわして振り切った。ブラセリ君、ここは抜かせません。ダッシュ、素早く残りコース。横をすり抜けた。若松君、タックルを決めた。もらった。素早く横にコース。いけ、チャンスが決まった。それ、パスを回す。それ、もらった。キセニ君、素早く横にかす。止められない。キセニ君、キッカーのシュートでゴールを狙う。ここだ。これを正面から抑えに行く。キセニ君、素早くつなぎます。それ、山森君、ここはパスを出した。松田君、スライディングでカット。よし、青山君、あらわしのようなドリブル。小田君、横にかわして、スライディングで止めた。時計は30分を過ぎました。前半のアディショナルタイム突入です。ボールを奪った。かわして振り切った。あと、ドリブルを見送る。かわして振り切った。小田君、次々にかわしていく。横を振り抜けた。浦野、これはチーム全員で相手ボールを目指す流れ攻撃だ。南葛、リードして前半を折り返します。キックオフで後半スタート。パスを受けた。キセニ君、パスを出します。センターラインを越えて攻め込む。あ、かわした。南葛、まだ守備
の体型が整っていません。さあ若松君、次々にかわしていく。体ごとぶつかっていった。高杉君パスを回す。それ横をすり抜けた。何、シュートを放った。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。もらった。松山君さ、足のようなドリブル。もらった。横をすり抜けた。野田君連続突破で見せます。ドリブルでボールを運ぶ。高杉君ここは抜かせません。横をすり抜けた。野田君激しいタックル。ドリブルで突破。山村君素晴らしく横にかわす。ここは好きにさせません。高杉君ここは抜かせません。これでまだ守備の体型が整っていません。止められない。南葛キャプテンのガッツあふれるプレーがチームの一員に火をつけたか。ここから一気に攻め込んでいく。渾身のシュート。ここだ。これはキャッチできない。こぼれた。戻りきた。素早く横にかわす。豪快なシュート。カズオ、このシュートを正面から受け止める。ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット。ダイレクトでパス。ここは好きにさせません。横にかわす。スライディングで止めた。松田君素早く横にかわす。かわして振り切った。若松くん敵陣を切り裂く。横をすり抜けた。若松くん先頭ライトを越えて攻め込む。中里くんスライディングでカット。フラノまだ守備の体勢が整っていません。体ごとぶつかっていった。ボールを奪った。杉くん横にかわして突破。これはごぼう抜きだ。ここから守備に持っていく。杉君ここだ。必殺のシュートを放った。ゴールを割らせません。ダイレクトでパス。それ横にかわして突破。それ止められない。ドリブルで突破。ここからシュートに持っていく。真っ向からシュートを受け止めた。決死のセーブでゴールを割らせない。パスが落ちた。フラノここからカウンターを仕掛ける。またごとぶつかっていった。それよ、それかわして振り切った。伊沢くん連続突破で見せます。鋭い体勢でゴールを狙う。これを正面から抑えに行く。あー決まった。伊沢くんよし決めたぜ。それよ、それやった。何度たち行くぜ。ここだ。激しいタックル。素早く横にかわす。敵陣へ攻め込みます。敵陣を切り裂く。横をすり抜けた。ここから一気に攻め込みたいところ。豪快にシュート。加藤君このシュートに反応している。さあこの位置で受けた。ワンタッチで送る。松田君ボールを奪うことができません。ここからシュートに持っていく。このボールに飛びつく。加藤君これはキャッチできない。松田君こぼれ球をキープ。松田ここから打ってきた。加藤君ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。山森君素早くつなぎます。フラノこれはチーム全員で相手ゴールを目指す。なだれ攻撃だ。マサル君素早く横にかわす。やった。が決まった。それマサル君素早く横にかわす。山本君激しいタックル。スライディングで止めた。松山君劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。
これで4連勝だ。今日はお前のガッツに引っ張られたぜ。おお、ありがとうよみんな。石崎、おめでとう。今日は負けたぜ。けど翼のいない軟活をこれだけまとめ上げるなんて思ったよりやるな。まあ俺も小学生の時にはキャプテンやってたからな。けど今の軟活がまとまってるのは俺のおかげってわけでもない。試合前に松山が言った通り、翼がいないからさ。俺たちは全国大会を制したチーム。いくら翼がいないからって負けるのは許されねえ。そして怪我を完全に治した翼をもう一度ピッチに立たせて、無敗のままブラジルに送り出す。その気持ちが俺たちを団結させてるんだ。なるほど、道理で強いわけだ。翼の怪我が治ってまたピッチに立つ日、俺も楽しみにしてるぜ。それじゃあと2試合頑張れよ。ああ、チームのみんなが同じ気持ちを持っていても、南上線の小田みたいにそれが先走って気負いになってしまうこともある。そういう時、キャプテンが選手の気負いを正しい力に変えてやらなきゃならない。今日の試合を見てると、石崎にはそんな力があるのかもな。石崎、だいぶ疲れてるな。そんなことはねえよ。俺は元気の塊だぜ。隠さなくていいよ。石崎が一番大変なのはみんな分かってるんだから。翼の代わりにキャプテンをしながら、あんなに毎日朝から晩まで練習して試合でも全力出してるんだ。疲れない方がおかしいさ。森崎、そういえばお前も調子悪そうだけど大丈夫か？お前気がついたか、よかった。心配したぜ。医者が言うには極度の疲れと暑さのせいだって。お前は練習も試合も本当に全力だったからな。でもやりすぎはやっぱり良くないぜ。まさか。俺がいない間チームのこと頼んだよ。こいつまさかあの時の翼の頼みを果たそうとしてるのか。いや、ダメだ。お前は翼じゃないんだ。石崎、明日からしばらく練習を休め。休んで体を回復させるんだ。分かったな。よし、みんな片付けに戻ろう。こいつの荷物は俺が片付けるからよ。翼、さあ行こうみんな。さすがに疲れが溜まってきてるな。あいってて。滝、足首どうかしたのか？ああ、前の試合でちょっとな。でも大丈夫さ。さすがにみんなここまで来ると細かい怪我もしてるし、コンディション万全とはいかないよな。残りは武蔵中と東邦学園か。東邦学園は日向が戻ってきて
当たり前のように全勝してるぜ。ああ、映像で見たけど、みんなレベルアップしてるし、何より自信を持ってプレーしてたな。やっぱり全国大会で俺たちと同時優勝したのが消えてるんだろうな。武蔵中もかなりのものだったよ。特に見過ぎは絶好調に見えた。ああ、東京都大会決勝の時からさらにスキルアップしてる感じだったな。それに見過ぎ以外の選手も全国大会に出られなかった悔しさをぶつけてる感じで気合が入ってたぜ。その武蔵中が次の相手か。小学生の時、武蔵 FC との試合では見過ぎ一人にだいぶやられたんだよな。でも見過ぎを抑えなきゃ試合はかなり厳しくなる。こいつは大変だぜ。そういえば石崎、翼から何か連絡はあったか。いや、来てないな。そうか、リハビリうまくいってないのかな。そんなはずはない。多分それだけリハビリに集中してるんだ。俺は翼を信じてるぜ。石崎、お前なんで来たんだよ。練習休めって言っただろ。お前、サッカーが夢か。お前はそこまで。まだ試合は残ってるんだ。こんなところで無理しなくても。そうだぞ、無理して体を壊したら何にも。負けだぜ。え？俺の負けだ。考えてみりゃ、お前がレギュラーチームに入ったのはその元気とガッツのおかげだもんな。わかった、お前の覚悟キャプテンとして俺が受け止めてやるよ。お前は本当によく似てるぜ。ほら、練習するなら着替えてこい。いいのか石崎。今のあいつは全国大会の時の翼と同じだ。あそこまで本気のやつを止めることは俺にはできない。確かに、さっきのあいつはあの時の翼の雰囲気によく似てたな。あいつも翼と同じように夢のために全力を出せる男ってことか。だったら俺たちはあいつがまた倒れてしまわないように先輩として支えていこう。うん、そうしよう。さあ、後輩があれだけ頑張ろうってんだ、先輩の俺たちが疲れたの痛いのは言ってられねえぜ。みんな俺についてこい。俺たちの夢のために今日も目いっぱい頑張るぞ。ああ、よし、
どうした？頑張ってくれ。2試合か。とにかく勝つ、それだけだな。おい、あれはもしかして。みんな、つばさ、なかなか連絡できなくてごめん。集中してリハビリをしてたから。やっぱりな、翼のことだからそうだろうと思ってたぜ。それでリハビリの方はどうなんだ？うん、厳しいプログラムだけど、そのおかげで足首も肩もかなり強くなった。この調子ならば最後の試合は出ても大丈夫だってリハビリの先生が言ってくれたよ。そうか、やったな。今日の武蔵抽選、水木君を相手にするのは大変だと思うけど、みんなならばきっと大丈夫だ。美杉くんは手強いぞ。小学生の時、俺は美杉くんの実力の前に戦う気力を失って膝をつきかけた。でもみんながいてくれたから、そこから立ち直って最後には勝つことができたんだ。君もその気持ちを大事にしつつ、みんなと一緒に戦うんだ。俺は今日もスタンドでみんなと一緒に戦う。今日の試合、頼んだぞ。ああ、みんな、今日の試合に勝てば全勝で最後の試合を迎えるっていう夢の一つが叶う。俺たちの夢、何が何でも成し遂げようぜ。ああ、翼くんは出られないのか。今度こそ戦えるのを楽しみにしていたんだけど。悪いな。でも戦えなくて残念なのは翼もだと思うぜ。よし、それなら気持ちを切り替えよう。今日は全力でプレーをしてチームを勝たせることに専念する。僕のもう一つの夢、代表選手のユニフォームに袖を通すためにね。石崎、今日は覚悟してもらうぞ。ああ、全力で来い。俺たちにも俺たちの夢がある。そのために
今日は絶対に勝つ。君のプレイは研究させてもらったよ。今日はいい勝負になりそうな気がする。でも必ず僕が勝つ。気にかけてくれるのは嬉しいけれど、そんな覚悟では僕には勝てないよ。よく言うだろ、勝負に情けは禁物だって。ご覧ください、スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆。熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。南葛対武蔵、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情、凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド南葛、攻守にバランスの取れたフォーメーション、極めて総合力の高い強豪と呼ぶにふさわしいチームです。攻守に堂々たる戦いぶりを見せてくれることでしょう。そしてアウェーサイド武蔵、攻守にバランスの取れたフォーメーション、本間くん、真田くん、一ノ瀬くんの3トップを中心にいずれも実力者揃い、そしてベンチに控える絶対的エース三杉くんをどこで投入してくるか、いよいよ試合開始です。さあ、最高の幕が開けました。ほらそれ、三杉くん素早く横にかわす、これはごぼう抜きだ、それ素早く横にかわす、それこれはごぼう抜きだ、かわして振り切った、杉くんシュートまで持ち込めるか、ここからシュートに持っていく、真正面からシュートを受け止めた、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ、それ左へ預けます、吉田くん素早く横にかわす、杉くんここは抜かせません、タッくん素早く横にかわす、チャンスが決まった、いけ山織くん、このスライディングが決まった、キスギくん横にかわして突破、パスを出します、伊沢くん素早く横にかわす、ボールダッシュ成功、それ鈴木くんボールを狙うも届かない、横にかわして突破、ここでごぼう抜きだ、力をためてクロスのシュート、さあボールと真っ向勝負、森山くんボールがまだ生きている、体ごとぶつかっていった、シュートを放った、ダイレクトでパス、南くん横にかわして、次々にかわしていく、パントキック、どこまで運べるか、南葛まだ守備の体型が整っていません、激しいタックル、横にかわして突破、ここはパスを出した、かわして振り切った、ボールを奪った、横をすり抜けた、敵陣へ攻め込んだ、
沢くん次々にかわしていく。もらったぜ。かわして振り切った。滝沢くんスルーパスを狙う。よっもうすり抜けた。小田くんボールダッシュ成功。ここで奪った。鈴木くんここからチャンスを作れるか。ここは抜かせません。それやかわして振り切った。いけ。横にかわしてここは次々にかわしていく。かわして振り切った。このタックルは不発に終わります。キスギ君シュートまで持ち込めるか。ボールダ君横に飛んだ。キーパー止められない。キスギ君決めてやったぜ。やった。ここだ。次々にか
持ち込めるか。ここからシュートに持っていく。体ごとボールにぶつかっていく。ブロックされたボールは上空。シュート、パスを受けた。そら、ここからカウンターを仕掛ける。やばい、くんだ。ボールを奪った。それ、ダブラー君、激しいタック。横にかわして突破。これで15分が経過しました。ラストスパートをかけてくるか。それ、さらに君、ここはパスを出した。カラクリ君、ここは抜かせません。さら、水木君、ここからチャンスを作れるか。横をすり抜けた。ここから打ってきた。高杉君、ここはパスを出した。なんかだ、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。止められない。横にかわして突破。連続突破で見せます。かわして振り切った。渾身のシュート、ここからシュートに持っていく。森山君、これはキャッチできない。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。横をすり抜けた。チャージが決まった。スライディングで止めた。ここはパスを出した。いけ、それ、高澤君、素早く横にかわす。それ、そら、やったぞ。ふっ、ここから一気に攻め込みたいところ。シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。され、伊沢君、高い球に合わせる。パスを出します。それ、よ、それ、来すぎる。シュートまで持ち込めるか。それ、それ、三杉君、ここはパスが出た。チャージが決まった。ここは勝負を避けた。向井君、激しいタックル、かわして振り切った。南葛、勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。最終戦は東邦学園と全勝対決だ。石崎、今日は負けたよ。君たちには悪いけど、翼くんのいない南葛がこんなにも強いなんて予測していなかった。僕はまだまだ甘かった。サッカーは難しいよ。でもやっぱり見過ぎは手強かったぜ。ボールを持たれるたびにこっちはすげえ緊張してたからな。それだけの実力があるんだ。きっと代表に入れるさ。ああ、そうなることを願ってるよ。それじゃあ最後の試合も頑張ってくれ。ああ、ありがとうよ。君のテクニック、正直驚いたよ。あの勝負、まるで翼くんと戦っているようだった。負けたのは悔しいけれど、それ以上に楽しかった。君との再戦、楽しみにしておくよ。病を克服する励みの一つとしてね。俺たち、ついにここまで来たな。うん、東邦学園戦まで全勝するのはクリアしたぞ。お前の言う通りだ。そうだ、次の東邦学園に勝って初めて俺たちの夢は叶うんだ。全国大会では何度もピンチがあって、その度に俺たちは翼のプレーに助けられてきた。だから今度は
俺たちが頑張って翼を助けるんだ。最高の舞台は整った。あとはそこで翼と一緒に戦って勝つだけだ。みんな、俺たちの夢を叶えてくれた翼への恩返し、無敗で翼をブラジルに送り出すために、あと少し、あと一歩、頑張るぞ。ああ、みんな、俺のために。翼くん。美杉くん、ごめん、今日は戦えなくて。事情は片桐さんから電話で聞いたよ。代表のためならば仕方ない。今回は縁がなかった、そういうことさ。このリーグ戦、こうしてスタンドから試合を見ていて思った。美杉くんはすごいなって。え？サッカーが大好きなのに、サッカーができないってことがこんなに辛いことだとは思わなかった。美杉くんはこの2年間こんな思いを抱えながら病気を治療していたんだね。本当にすごいよ。俺だったら耐えられたかどうか。翼くん、でも逆に言えばサッカーが大好きだから耐えられたんだよ。え？僕には翼くんとまた戦うという夢がある。だからそのために病気と戦いながらこれからもサッカーを続けていく。頑張り続ければいつか必ず夢は叶う。僕はそう信じているからね。美杉くん、それにしても今日の南葛は強かった。全国大会の南葛は翼くんの頑張りにみんなが引っ張られている印象だったけど、今日は一人一人がチームを引っ張っている感じだった。うん、みんな本当に頑張っていた。あんなにも素晴らしいチームメイトを持った俺は幸せ者だよ。おお翼、こんなところにいたのか。石崎君、俺たちはこれから南葛に帰るけど、お前はどうするんだ？俺は一回リハビリ施設に戻って明日帰る。だから明後日からの練習には参加させてもらうよ。マジか、楽しみにしてるぜ。それじゃまた明後日な。今年の全国大会、俺は俺たちの夢、大会3連覇のためにみんなを引っ張って戦った。でもみんながいてくれたからこそ、俺の夢、中学サッカー公式戦無敗の夢は叶えることができたんだ。みんなが俺に恩返しをしたいと言うなら、俺もそのみんなの夢を叶えることでここまで頑張ってくれたみんなに恩返しをするんだ。行くぞ伊沢、滝、木杉。ああ、やらせるか。俺たちで止めるぞ。やられた。やられっぱなしで終わるかよ。翼、もう一丁だ。うん、行くぞみんな。ああ、今のプレーのキレ、もう翼の状態に問題はなさそうだな。ああ、あれが完璧な翼だ。
だからこそ練習のしがいもあるってもんさ。みんな次こそ翼を止めるぞ。翼、リハビリの成果はバッチリだな。ああ、前よりも力強くなってた。うん、俺も実際にプレイしてみるまではちょっと怖かったけど、思ったよりもずっと動けるようになってる。我慢した甲斐があったよ。それにしてもみんな本当にレベルアップしたね。今日はついていくのが大変だったよ。そりゃもう俺たちも必死だったからな。絶対に負けられねえって。それもこれも石崎とあいつがみんなを引っ張ってくれたからさ。俺は俺のできることをやってただけで大したことはしてないぜ。何よりでかかったのはあいつの存在さ。彼？うん、弱気になった伊沢たちに喝を入れたり、疲れて倒れちゃっても練習しに来たり、とにかくチームのために頑張ってくれたんだ。そうだったのか。あいつがレギュラーチームに入るって決まった時はここまでやるなんて思わなかったけど、まるで翼みたいな姿勢で俺たちを引っ張ってくれたよ。彼がチームでそんなにも大きな存在に。昨日の練習で分かった。体にもプレーにも問題はないけれど、サッカーの勘だけはまだちょっと鈍い。だからもう少し練習してそれを取り戻さないと。おはよう。来ると思ってたよ。あれ、今日は石崎君と一緒じゃないのか。ということは俺に何か用があるんだね。わかった。ならばこのリーグ戦で君がどれだけ力をつけたか確かめさせてもらうよ。よし、行くぞ。俺の勝ちだ。でもいい勝負だったよ。君のテクニック、相手に挑もうという闘志、そして君が夢のために全力を尽くしてきたその魂がこの足に伝わってきた。みんなが君を信頼する理由がよく分かったよ。みんなどうして。いやー、昨日俺が翼と朝練してるってポロッと言っちまったらみんなも来たいって言い出しちゃってさ。まったく隠れて翼と練習してたなんてずるいぜ。俺たちだってもう翼とサッカーできる機会は少ないんだぞ。翼とサッカーしてどんどん刺激をもらって俺たちももっともっと成長したいんだ。いっぱい動けるようにスポーツドリンクもたくさん持ってきたぞ。さあみんな、俺たちも支度して一緒に練習しよう。ああ！みんな南葛中本当にいいチームだ。こんなみんなとサッカーができて俺は本当に幸せだ。よし、それじゃあみんな張り切っていくぞ。ああ、よし、
よし。頑張ろうぜ。なあ、よっしゃ！よっしゃ！よっしゃ！